れたよね。ごめんね。絶対止まっちゃうの。ごめんね。絶対止まっちゃうの。服変わった。うん。変わったよ。約束。約束にしたつもりはないけど、なるの、そうなる。じゃあ、次の曲は、ちょいセクシー？ちょい大人？みたいな曲です。青春ガールズ公演の最後の曲、聴いてください。シンデレラは騙され。シナリオはロマンス、言葉にはバラを飾ってあなたから誘う視線、さりげなく腰回すその右手、フラメンゴ踊るように、ようこそ新世界、情熱の楽園、愛の国へ案内しましょう。甘いより長く生きてる男たちはその番だけど、ダーリーの王子様、シンデレラは騙されない、信じられるガラスのこの靴、片方だけを脱いでゆくはいつの日にか、探しに来て、オーレイ、近くに住む友達に止めさせてもらうつもりで、携帯から電話してたが寂しげなため息、タクシーで送るよって、あまりにも紳士的に優しくしてくれるから、試すように揺れる売り上目遣い、このまま帰ろうかな、もう少しいたいけれど、どうぞ私導きたまえ、知らない夜を教えて、シンデレラは赤いスターダス、微笑みの下に隠して、どんな風に誘うつもり、学びたいです、シンデレラは赤いスターダス、すべて変わる私だけを好きになって、オーレイ。帰る。シンデレラは騙されない、見かけより長く生きてる男たちはその番だけど、ダーリーの王子様、シンデレラは騙されない、信じられるガラスのこの靴、片方だけを脱いでゆくはいつの日にか、探しに来て、オーレオーレ、あべい、ちゃんちゃんちゃん、さん、あべい。はい、シンデレラは騙されないでした。どう？よかった。スペダンピョンタンハートありがとうございます。ミワさんハートありがとうございます。トシタンダルマありがとうございます。トミムラッキーさんハチハチハチありがとうございます。うん、シンデレラを騙されないは結構最初の
あの真夜中0時のとか結構音程が低いんですけど、なんかずっと結構歌ってるから、なんかこの曲だけ出るのこの曲だけね、なんか低い音もね歌えるようになったそう、約1年間ぐらいずっとこの曲を聴きながら歌ってるので、たとえあのマイク持ってない人でも練習の時はよく歌ったりするのでこの曲歌ってれば声低くなるじゃない、そうかな今からお見送りですか。はいはい、お見送り、もう見送っちゃうのって感じです。途中でさ、マイク離れてるやっぱアンコールあるよねとしたんだるもありがとうございます。まだだね、うん、声もそうでしょやっぱアンコールないとダメだよね約束って、え、約束がね、歌いたいのにね、ないの曲に。うん、野口さんだるもありがとうございます。やっぱアンコール行くぞよっしゃー、アンコール行くぞー、わーい次はちょエコパーリーナでやった最初の曲です。ちょまたエコパーリーナで最初の曲にやったやつですねはい、次の曲が本当に最後になります。聞いてください。平野桃奈で、チョコの奴隷。
けはちょっとの奴隷、振り回される僕だよ。君の想い聞けるのなら今ここで膝をついてもいい。ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ、その手伸ばして男は叫ぶ、女王様愛をください。騙されないと、あ、違った死んでるも騙されないと、チョコレートです。3曲聴いていただきました。無事にチョコさんハートありがとうございます。鬼滅のカタナさん、タコさんありがとうございます。ピコハンさん、タコさんありがとうございますふふ公園行きたくなってね、もも公園やりたいんですけど、まだ再開されてないので再開されたら来てください。もちろんサイリウムを振ってください。サイリウムは持ってないの。ぜひよろしくお願いします。そう、ここにあるの、あのね、スヌーピーの袋に入ってるはい、という感じですサイレム劇場食べたいのでぜひ振ってください。再開されたらよろしくお願いしますはい、という感じでございます。モルタンは赤振るはい、モモは今テロップを変えてます。うん、これさ、モモさ、最初テロップの変え方が分かんなかったの、初めて SK に入った時みんなに教えてもらった。ナナパチさんとおとありがとうございます。成長したね、ありがとうございます。クイズきた。好き？クイズ。よかった。じゃあさっきのクイズと違うクイズを一問だけ出します。クイズ。最初で最後のラスト一問。じゃじゃん、今日モーが嬉しかったです、それは何でしょう今日モーが嬉しかったことは何でしょう。モー食べた、うん、うん、違う、お菓子が美味しかった、まあそれもそうだけど、須田さんから褒められた、あ、それもそうだ、え、それもつけたし、つけたす、それ死ぬ前に書いたやつごめん、それ死ぬ前に書いたやつ、お金拾った、お金拾ったらおまわりさんに取るといけ、あ、そうだ、須田さんのことも嬉しい、それも嬉しいです、でももっと嬉しい、もっとっていうか次ぐらいに嬉しいやつ。じゃあ正解はじゃん、柴犬の入浴剤をママに買ってもらったことです。モモは外に出てたんですけど、前ね、ママがお買い物に行った時に、今
今日知ったんですけど、ももは買ってきてくれてたってこと。なんかあのこのシリーズの柴犬があるんですよ。このシリーズの柴犬の入浴剤があって、その入浴剤のお風呂にその入浴剤をお風呂に入れて、どうした？あ、ありがとう。かわいちゃんが猫です。は？さよなら。弟がちょうど持ってきてくれた。聞こえたかな？弟が持ってきてくれた。はい。イケメン。見えてないでしょ。ほら、これおかか。弟が持ってるのはこれだよ。生まれじゃかな。そんなことはない。今日、弟はこっちの、弟の犬の名前がかわちゃんって言うんですけど、あ、梅だった、梅だ梅だ。そう、これがあって、このやつを買ってきてもらったことです。このね、中からね、なんか出てくるの。もう前マイメルちゃんのやつをやったんですけど、これはモモはこのね、この子のマスコットができてほしいんですけど、弟はこっちが出てきてほしいらしくて、今あのどっちが出てくるか、勝負をしてます。ほら、こんな感じです。うん、なんかね、どっちが出てくるか今勝負してんの。違うの出てくる可能性もかなりあるけど。前回サンリオのシリーズであって、モモが一番欲しかったマヤメルちゃんがね来たんですけど、お値段いくら、え、わかんない、マモが買ってきたもん、わかんない。でしょ、なんで、そう、何でも勝負しちゃうの。ほう、ほんとそれ。今日で、あのね、ソファーに、なんかソファーの足伸ばし長いところがあるんですよ。それを、どっちが、弟かもも、どっちがそこの長い、足が伸ばせる、位置に座るかを、必死に対決してました。はい。なんでもね、決めるときは勝負ですから。なんかそう、全部対決しちゃう。卓球ではボロ負け。だから卓球で勝負しようってよく言われるの。でも卓球は無理っていう、いつも。もかなかさん、たこさん、ありがとうございます。どっちが勝った？え、弟。なんか違う別の部屋からどっちが先にそこのソファーの位置につけるかっていう勝負をしたんですけど、負けた。負けた。え、なんかさ、ワンコキシマはやったんですけど負けて、卓球も負けて、全部負けるの、ももがいつも。そう、お姉ちゃんだからで手加減するとかの問題じゃないんですよ。そう、手加減するとかの問題じゃなくて、全部負ける。全部負けちゃくら意味ないんです。はい、勝て勝つんな負けるな、ありがとうございます。コンサートコさん、ありがとうございます。はい、という感じです。明日の配信スケジュール同じ、そうです、明日もこの時間にありますので、ぜひ見てください。はい。です。おーちゃんさん、会ありがとうございます。はい、ということです。今からはクイズはもう終わったので、もう一回違うのをやりたいと思います。違うのをやりたいと思います。うん、あ、踊る、うん、そう。そうだよ。はい、という感じです。はい、今からはカラオケではなく踊ります、歌います、です。明日の歌もっとアップで見せてください。アップで、はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、ということで、ステージに移動させたいと思います。はい。
はい、これ OK？ はいはい、次は B ステージ。なんかさ、決まってんの。なんかね、決まったの。みんながね、B ステージ、A ステージって言うから、こっちは B ステージになりました。ここに行くときは B ステージと呼びますので、覚えててください。はい、整えます。 OK。 OK。 それでは聞いてください。平野桃奈で16シンパシー、イントロなしね。すぐ近くなのに離れて感じる君は、バスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい、何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾くとき、その方向は同じさ。君に重力心配し、何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。ちゃん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 。です。はい、16シンパシーでした。としたなるもありがとうございます。ダンスタイム、そうです。ほえしょ。としたなるもありがとうございます。たくさんついていけない。どこだどこだ、ここだ。あーちゃんさん8888、ありがとうございます。ペダピョータカイ、ありがとうございます。ひろさん、だるま、ありがとうございます。ちゃんとまだしま…閉まってるでしょ。大丈夫大丈夫。そう、あの、見てなかったから分かんないかもしれないんですけど、前もね、窓を、お家の自分の部屋の窓を開けたまま歌っちゃったの。消防さん、ブラバーのブッホ、ありがとうございます。やっと来れた。もう時間ない。こんなことないよ。あねーす。はい、はちはちはちって言ってた。そうね。ね、まだ15分ある。じゃあみんな、いつものやつだ。コウさん、ハートありがとうございます。あ、アコールだ、よかったよかった。あ、アコールしてくれないかと思った。よかった。もうアコール言ってないのに自分から歌うのは。自分から歌っちゃダメかなって思った。よかった。これで曲歌うぞ。次。はい、またこちらですね、 B ステージに移動したいと思います。はい、次はあまり踊らないっていうの、なんかちょっとお楽しめない曲です。聴いてください。手をつなぎながら怖いの最後の曲、遠くにいても。どうすればいいんだこれ、イントロいらない。春めいたそよ風の中、君は隣でバスを待つ。移動するね。夢だけもカバンに詰めて、今旅に出る。新しい時刻表で君が選んだ遥か輝く道、遠くにいても空は続いてる。同じ、間違えた、生まれた街とつながってる。雲と
感じでーす。はい。はい。お母さん、ピコハンさん、ハートありがとうございます。はい、この曲はですね、遠くにいても、今の時期にぴったりですね。公演できなくてもみんなと地域は全然離れても空は続いてるからみんなとつながってるんだよっていう歌詞です。バグイチさん、尊いありがとうございます。そうですね、みんな同じ時間が流れてますという感じです。ブラジルです。あ、ちょっと違う、ちょっと今いいとこだったのにブラジルにいます。嘘でしょ。スペラピョータ、トトイ、ありがとうございます。もう、今いいとこだったのにさ。トウさん、ハート、ありがとうございます。なんかすまん。いや、ありがとうございます。ヒロボンさん、ハート、ありがとうございます。ブラジル、あ、そうですね、ブラジルでも空は繋がってる。時間は違うけど、いや、うん、まあまあまあ、そういう感じ。こういう感じです。はい。はい、こういう感じですね。でした、ハートありがとうございます。ケンピさん、違う、ごめん間違えた。ヒロさん、誰もありがとうございます。ごめん間違えた。ブラジルは今朝です。おー、ブラジルどっかかしてますか。知ってるよ、日本の反対側でしょ。それくらいわかる。南極です。絶対嘘じゃん。ほんと冬眠中って書いてある。ほんとそうじゃないの。だってなんか地球の反対側だから全部違うみたい。世界地図書けますか。うん、なんとなく、まあこの前の日本地図みたいな感じになりますね。宇宙から見てます。宇宙さ、あのギガとさ Wi-Fi 繋がんなくない？宇宙だったらショールーム見れないよ。宇宙地図描けますか？そんなんあるっけ？あ、太陽と月とみたいな。それは無理。そんなのは習ってない。そんなのは習ってません。世界地図描いてみて。世界地図？世界地図ね。世界地図。あ、でもあっちに地図帳あった気がする。書くか。じゃあ今から世界地図書くから、ちょっと待ってて。世界、え、書けるかな。ちなみにももの朝書いた日本地図はこれね。これを想像してちゃんと見て、ね、なんか日本の平面しか書けないよ。なんかユーラシア大陸ここにあって、なんかここにこうあって、こんな感じになって、ここに日本があって、こんな感じで、ここにこんな感じで、あー、できてるできてるできてる、こんな感じじゃない。どうぞ、タコさん、ありがとうございます。え、いい感じじゃない。なんかやばくないじゃん。ほら、なんかここがユーラシア大陸のところ、なんとなくわかるよね。ほら、ユーラシア大陸のところで、ここがアメリカのところで、ここがブラジルで、ここがオーストラリアで、ここが北アメリカ、南アメリカみたいな。で、ここが日本地図で、ここが韓国とか、こっちはインド、あ、フランスとか。もう頭いいじゃん。ここはフランスじゃない？多分。ドラえもん、うん？回ってるから、やっぱそうだよね。なんかじゃない？天才だった、ありがとうございます。ヨーロッパは小さいよ。まあまあ、そ、違うの。ざっくり、今もう1分もかかってないよ。10秒ぐらいで書いてよ。でかい、でかすぎ。住んでる土地だから大きく書い。まあいいや。こんな細かいことは気にしちゃダメで。そうだけど、ヨーロッパつながってるのに。
真ん中のサイダー、うん、違う。アフリカどこ？アフリカってどこ？世界古そう。日本は赤道、あ、赤道知ってるよ。赤道の緯線、経線とかのやつでしょ。うん。もう探偵さん、ありがとうございます。四国がない。四国モーター地理苦手。うん、全部苦手。地理とかの問題じゃないよ、全部苦手。モーター先生勉強になります。はい、学んでてください、ぜひ。はい、という感じですね。はい。はい、という感じの主の全力世界地図でした。大体あったら、やっぱそう？ありがとう。はい。モーター天才、そうです。そうかも。全力親が、そうだよ。全力だよ、マノ。あ、これさ、出すの忘れてた。お前今日何歌いたい気分でしょうっていうクイズ出すの忘れとった。まあいいや。忘れてた。まあいい、まあいい。今もう時間がないよ、歌いたいけど。もうこうやってペロ、あ、違う、芝犬じゃない。これまあ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 、細かいことは気にしない方がいいよね。細かいことは気にしない方が人生楽しいと思うよ、ももからのアドバイス。はい、55分になっちゃったのでランキングを読みます。13位のパンさん、ありがとうございます。もうって書いてある。はい、13位ありがとうございます。はい、12位ともさん、ありがとうございます。11位、エイヤのサリーさん、ありがとうございます。10位トシタン、ありがとうございます。9位のアキさん、ありがとうございます。8位、カミムラッキーさん、ありがとうございます。ラッキーサマンゴーさん、ありがとうございます。6位、タンタンメンタン、ありがとうございます。5位、マグイチさん、ありがとうございます。4位、特盛り牛丼さん、美味しそう。特盛り牛丼さん、ありがとうございます。今のお腹の音。3位ののぽちさん、ありがとうございます。2位、しょうぼうさん、ありがとうございます。これでは光る骨、さっき取れたから。はい。